2023年7月11日巨人戦、前半戦ラスト6試合の初戦を任されたのは床田選手。今シーズン安定したピッチングをしていたものの、3本のホームランで3点を失い今季最短の5回で降板。巨人の一発甲子園にやられたの。打線は巨人と同じ7安打を放ってるんだけど、長打力の差を感じる無得点だったよ。もはや左腕が苦手だからとかそういう問題じゃなくなっておるな。そんな中、攻守の要である菊池選手が死球の影響で途中交代。西川選手が打席で脇腹を痛めて途中交代と心配なことも重なってしまったの。無理をしてほしくないしさせないと思うから、次戦以降の戦い方はどうするのかな。選手同士補っていくしかないわい。今回はそんな嫌な流れの試合になってしまった一戦に対してファンの反応を見ていくよ。直近の6試合で3度の無得点負けはかなり深刻だと思う。勝った試合もほとんど3点前後、試合をひっくり返すようなホームランも望めない。打線のつながりが最近ないし、ここで西川と菊池の離脱となれば黄色信号だよ。打線で唯一希望だった西川、痛みをごまかしながらやってたのですね。自分が抜けたらそんな気持ちで頑張ってくれてたのかな。脇腹は長引くイメージあるし、チームを信じて休んでほしい。選手層の薄さが最近は目立っていた。とにかく代わりになる選手がいない。打てない打線の新しい起爆剤になる選手も出てこない。接戦も多く投手に疲れが見え始めた今が最大の正念場。投手はまだ頑張れてる。今日も4失点なら逆転のチャンスはあったよ。大道も気迫の投球見せてくれてたし、打線は投手の好投に応えてほしい。残り連勝してまた勢いつけていこう。怪我はしょうがない。西川の代わりなんてそうそう見つかるものではないんだし、全員野球で戦うしかないよ。せっかく優勝が見える位置にいるんだから、チーム一丸となって乗り越えないと。中日戦から得点力不足に拍車がかかってる。あと1本が出ていたらという場面は作れているけど、今日の巨人の得点シーン見てるとホームランが出るチームは強いなと感じる。とりあえず5割で乗り切って後半戦巻き返そう。ローテいじる前に打線をいじらないといけなかったよ。同じメンバーで順番にスタメン変えるだけじゃ先が見えてこない。失敗してもいいから末金4番とか田中1番とかやってない起用を見せてほしい。西川の脇腹も菊池の死球もヤバそうに感じたよ。これはしばらく出られない。誰かが代役を務めないといけないわけだから、やってもらうしかないよね。ここからは新井監督の本当の手腕が問われるんじゃないかな。6連勝してた時の雰囲気が嘘のような展開なんだけど、あの時も巨人戦の初戦に負けてからの6連勝再現するしかないでしょう。じゃな。ということで、嫌な流れの一戦に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。